皆さんこんにちは、柳村です。最近のお気に入りの小物紹介、結構お久しぶりな気がします。なんか私物を紹介していくのは変わってるものとか増えているものがあると思うので紹介していきたいと思います。夢なの夢、はい、全部で、まあ、大きく分けると7個ぐらいあります。じゃん、バッグです。チャールズ&キースっていう、靴、サンダルとか靴とかのブランドなんですけど、この形のバッグだから買ったって感じです。もうこれがベストすぎて、私的にこのバッグの形がベストすぎて買いました。もう店舗には売ってなくて間に合わなかったんですけど、ネットから買いました。はい、ほんとね、このね、中とかもね、まあ、めちゃめちゃシンプルで、内ポケットとかないんですけど、このサイズ感が超ベストだから、なんかリップとか入れても普通に、このなんていうの、三日月型っていうの、これがすごい取りやすくて、このへにょってもなんないから、こう開けたらこのままだし、そう、これが超良くて、よく使っているバッグちゃんですね。皆さんぜひおそろしましょう。次もね、バッグなんですけど、これもお気に入りなんですね。てれーん。これは、肩掛け。こちらはプラダ様でございます。ありがたいことにいただきまして、これも作っております。これも、まあ、黒で、同じような感じなんですけど、手に持ちたくない時とか、アクティブに動く時とか、まあ、その日の服を見て、これが合うなっていう時は、これに入れてお出かけしたりしますね。はい。これなんかね、なかなかゲットできない形らしくて。初めて見た。そう。ここにもね、パカパカ、マグネットのポケットあって、こっちにもマグネットのポケットあって、内側にもね、チャックもあるし、ポケット結構たくさんある感じです、これは。どういう名前なのかわかんないから、これ、Google カメラとかで皆さん調べてみてください。スクショして、はい。これ。欲しい方はね、ぜひ。これ、メンズでもほんと使える。メンズの方もぜひおすすめです。サイズ感とかもね、ちょうどいいから。はい。ということで、続いて、帽子いこうかな。続いては帽子。じゃーん。私の愛用キャップちゃん帽子です。ニューエラ。2色。もう黒はマジで使いすぎて、3年ぐらいかな、もう使って。使いすぎだよね、普通に。ずっとね、使ってるんですけど、ちょっとそこまでとか、ウォーキングするときとか、すっぴんで出かけるときとかに被ります。お気に入りなのでずっと使ってるんですよね。割と最近にゲットしたこちらの、ベージュの、なんかさ、生地がさ、コーデュロイって言うんだっけ。かわいいんだよね、これ。ベージュの帽子持ってなかったから、はい、帽子ちゃんでした。続いてアクセサリー行こうかな。アクセサリーはね、ほんとお気に入りがいっぱいありすぎて、ちょっとまとめて言うんですけど、今つけてるのがこれなんですけど、親指が、これはよく言ってる、 YouTube で作った親指用のリングです。 YouTube で作ったこれで、これも手作りで作ったんです。実は机で作った、ちょっとこう曲げてる V 型にちょっと曲げてわざと作った手作りリングで、こちらがリキュエムっていうブランドさんのポップアップにご招待していただいて、お邪魔させていただいた時にゲットしたリングです。これめっちゃ可愛くない？この水色のキラキラ。ずっとキラキラで、このまま手洗ったりとかしても全然キラキラが保たれてて、超お気に入りです。で、こちらのごっついやつは、これはザラ。ザラでゲットしました。イヤリングはいつもつけてるやつがあるんですけど、あれがスリーコインズとかですね。これもスリーコインズだったかな。このゴールドの。こういう系のイヤリングはね、ほぼほぼスリーコインズです。これ可愛くない？天使なんです、よく見たら。天使ちゃんのイヤリング。これは古着屋さんで買いました。この水色のお花の
イヤリングもお気に入りです。春とかよくつけてましたね。今してるこれがジーナシスっていうブランド。これ2つセット。これめちゃめちゃ最近に買いました。ゴールドのネックレス。これが母と色違いお揃いのネックレス。母がこれのゴールド持ってて、たまに交換したりとかしてます。実家帰った時に。これは常につけてる系。今日は違うんですけど、常にずっとつけてるネックレスです。でこのリングも母と父。父母とお揃いのリング。ピンクゴールドみたいな感じなんですけど、これは母とお揃いのリング。お揃い系多いですね。祖母が手編みで作ってくれたイヤリング。リボンなんですよ。これね、お願いしたの作ってって。おばあちゃんがめちゃくちゃ編み物上手で、何でも編み物で作ってて、インスタでこれの画像を見つけて、なにこのイヤリングめっちゃ可愛いと思って、これ作ってってお願いして作ってくれました。なんとさ、で、黒だけお願いしたのにさ、めっちゃ優しくて、ベージュバージョンも作ってくれて、超可愛くない？リボン型で、これ可愛いんですよ。髪長伸ばしてたら余計可愛いなって感じですね。髪を下ろしてる方が可愛い。サングラスというか、アウトレットでめっちゃ激安でゲットしたやつです。これめっちゃたまにしかつけないんですけど。ピンクのサングラス。これもね、髪長い時に買ったから、髪長い時の方が合うっちゃ合うかもしれないんですけど。リハラリッカさんとのコラボの撮影の時に、柳井ちゃんが登場してきた時つけてました。多分その時エクステつけてて、うんうんうん、ギャルモードで出てきたからめっちゃ陽キャの人歩いてくるなと思った柳井ちゃんのしかもなんかそういう陽キャの人がいないエリアだったからすげえ人いるなと思って。めっちゃ恥ずかしいわ。そう、エクステつけてる時にね、これ買ったんで、その時はね、めっちゃお気に入りでつけてました、ね。最近お気に入りのリップとかも紹介しとこうかな。皆さんご存知かと思うんですけれども、まず、はい、ロム&。もうこれみんな知ってるんじゃない？めっちゃバズりまくってるもんね。完売してるところめっちゃ多いと思うんですけど、だからもうこれ Amazon で買いました、私。店舗行ったらなくて。売り切れてて、なんか5番とか6番とかはあったんですけど、ほんと1、2、3、4とかぐらいまでのカラーがマジで売り切れてて、これほんと可愛いね。もうプルプルになる。で、私がめっちゃ最近お気に入りのリップが、あの指原様のブランド。こっちの色。もうここまで使ったリップはほんとね、初めて。やばくない？この減り具合。初めて見た、確かに。ね。ここまで使ったの、ほんと初めてなんですよ。手ぐらいお気に入りで、YouTube でもこれめちゃめちゃつけてて、落ちないの。重ね付けしても重ね付け感が全く出なくて、ティントだから色持ちもめっちゃいいんですけど、色もすごい絶妙で、ほんとこれマジで神がかってます。で、これがもうなんかなくなっちゃいそうだから、まあこれ同じ色また次買おうと思ってるんですけど、最近出てたこのめっちゃ青みピンク系の、これも超可愛くないですか、この色。すごいもうほんとプルプルの赤ちゃんみたいなリップが流行ってると思うんですけど、マジこの組み合わせ超いいと思います。だからもう青みピンクにしたいときはすごいおすすめ。いや、自分でもびっくり、こんなリップ使うんだっていうぐらい使ってて、これあれば安心感があるから常にバッグに入ってますね。マットリップ&チークでございます。ドンキ行った時に買ったんですけど、マットリップです。この色味もね、絶妙で、なんかいろんな色試してみたんですけど、イントユーのリップ買うの初めてだし、とりあえず1個だけ買ってみて、お気に入りだったら他の色もゲットしようと思って1個買ってみたんですけど、結構いいです。で、これがヒンスのリップ。赤リップですね。今日今使っててるのがこの赤リップです。韓国語でわからないって感じのお気に入りリップタッチでした。はい、以上でございます。
バッグとか帽子とかアクセサリーとかリップを紹介したんですけど、最近のお気に入りの子たちはこんな感じです。ということで、気になるものがあったらぜひぜひ真似してください。ぜひリップは結構お気に入りだし、バッグもお気に入りなんで、ぜひ皆さんもゲットしてみてください。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。押してねー。